はい、こんにちは、こんばんは。お待たせしました。ゲーム動画で行こうです。少し間が空きましたが、カルチョビットアーの続きを行っていきたいと思います。ゲームスタート。はい、というわけで、2連勝しました。最下位から2連勝しまして、なかなか気持ちいい勝ち方を行うことができました。その分、主力選手を、酷使してるんで、疲労が心配なところです。まあ、選手データ見ると誰も疲れてないんですけどね。はい。これ、ノージナ。はい。というわけで、今回は、昇級をちょっと落として、ていうか、2位なんで勝てっこないです。はい。もう、いっちゃいます。勝てっこないです。何度も言います。勝てっこないです。というわけで、昇級下を落として、試合をしたいと思います。ただ、男子選手は出さずに、女子選手だけで、試合を行いたいと思います。どうなったなぁ。みゆきもいい選手なんですよね。節子と彩香を入れ替えて、ディフェンダーにすごい不安があるな。一人ぐらいはいい選手入れとこう。キーパーも疲労化ですね、今回は。ツートップか。はい、ややウィングを落とそう。こんな感じかな。このベストから程遠いメンバーでどこまでやれるか。こちらの方が勝率高いやん。なんで？まあそんなわけはないですよね。はい、武蔵野ホーネッツ。相手側のキックオフです。蝶のように舞い、蜂のように刺す。おっと、オフサイドか。かなりよか、かなりいいぞ。お、見ながら、なんか走ってますね。落ち着いてます。おー、縦攻撃。最後。捉えた。向こうのスピードがとにかくフィジカルが違いすぎるんですよね。おっと、キーパーが。言うな。それはちょっと無理があるだろう。無理があるぞー、というわけで。バドエル。これですよね。そろそろ押され始めた。おっと、これが幸いするわけがないか。ファールですね。あー、やっちゃいましたね、ミオ。さあ、ここは注意が必要。またファール。まだ、みんなスタミナ持ちますね。完全に遠くへ外れていきました。そういえば、チームの成績見てなかった。うまい。ノーホイスに助けられた。美穂、上がっていく。
完全に裏使えた。ここは耐え時だが、とバー先生に救われたが、均等に疲労していきますね。耐え時が悩むところ。ナーコナイス取りました。さあユウナゴとオフサイドか。オフサイドが目立ちます。お、ウェイトフィジカル上げたいですからね。さあ前へ出す。窓か。おっとユーナ、ユーナ決めたね。右でした。さあ勝負まであとわずか。前半終了。スコアレスドローです。これ、引き分け狙っても面白いかもね。まあ、そんなに疲れが溜まっているわけじゃないんですよね。ただ、ちょっとここへ来ると欲が出てきます。なるほど。結構、ミオとかサヨあたりはいい選手揃えてるって、なんでこのいい選手ばっかりいるんだ？いや、ちょっとこれ欲が出てきた。あえて使っちゃおう。あとはバテてからですね。選手を強化を図ります。これなら引き分けでもいいだろうっていう感じはありますよね。ここまで検討したんだったら。ちょっと作戦を変更です。おっと、あとオフサイドだ。またオフサイド。目立ちますね、オフサイドが、この試合は。サヨが疲れてる。ユーナも疲れてます。どっちがいいんだろう。まあ、サヨを変えましょう。緑とユーナを入れ替えます。ちょっとユーナに頑張ってもらいましょう。あと、これはちょっと不用意だった。ちょっと落ちてるよな。美穂が疲れ、みんな疲れてきてますよね。ああよくばっていうのは狙って言いたいんですけどね。さあカットに出た。うわーっと漫才抜け合えた。うまい幸子。縦パスだ。緑決まらない。緑は残しておいたんですよね。ちょっと相手のとのスピード差が如実になってきてる気がすることぞ。ちょっと相手と比べたら相手の方がスタミナ残してる感はあるかもしれない。あ、でもそうでもなくなってきた。相手もちょっとしんどくなってきたな。残り20分切りました。パトエルは元気やっと入れられてしまった。辛い。ここまで頑張ったんですけどね。ああ、もう動けなくなり始めてや、ミオあたりが。負けは負けですからね、なんとか。ここは緑やんと。
ちょっと洪水を排すようになってきたような気はします。ミオの速力もえらい落ちてますからね。苦しい。おっと、そこに緑、やっとキーパーにセーブされた。千載一遇のチャンスだったんですけどね。バドエル、さあ2点目食らうと厳しいや。その2点目を決められてしまった。やっぱり終盤ですね。フィジカルを上げたい。君ならできる、ミオ。合わされました、頭で。まあもうほとんど時間ないでしょう。相手が圧倒的にボールを持ってんのか。ちょっと無茶なボールをつないでっていう試合ができればよかったんですけどね。当たりいきますね、モエが。ここはコーナーポストに救われました。結構前半はね、予想以上に頑張ったんで、テコ入れを図ったんですけどね。まあもちろんクルミを入れた方がいいんですけどね。後半31分、ちょっと力尽きてあっさり決められました。だんだんとね、相手にボールを持たれる時間帯が増えてきて、でこれもそうですよ、完全に対応できずにヘッド高さでやられましたね。試合終了ということで、終盤までは比較的良かったんですけど、そっからが残念な結果。まあ、とはいえシュートの本数を見てても、シュートの本数、枠内の本数とも圧倒的ですからね。まだまだ力差はあるわけですよね。それを守備陣がなんとか防いできたわけですが、442の方がいいのかな。もう順位は9位のままです。3勝6敗1引き分け、勝ち点は10、11位函館ペンタゴンとは4点差です。嬉しいです。はい、次はフォルティーヌ浜松です。せめて引き分けぐらいは持っていきたいですね。なるほど。さあオファーを見ていきましょう。最後に、1000万超えます。ここからはキーパー出ないかな。女子選手のキーパー、このゲームは女子選手補強限定ですからね。女子選手いないや。はい、というわけで、非常に終盤までは耐えたんですけど、やっぱり耐えきれなかったです。ボールを所持率、フィジカルの向上、スピード、スタミナの向上が、必要になってくるかと思います。課題を残した一戦となりました。はい、以上カルチョビット R の試合をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。